なんだったんだろう。ロイドが来ておかしいと思わなかったのか。神様、何があった。すぐ医務室にお運びしろ。何があったんですか。ルームメイキングに入ったのです。人様、大丈夫ですか。大丈夫ですか。身代わりに私はロイドの代わりにここで働いてんだよ。ですわ。全然聞いてねえ。ホテルマンとして放っておけないで。いい考えだろう。犯人はまた事件を起こすはず。そしてリホさんはこともなさそうです。やりましたわ。え、マジで。